どうも、愛知です。ありがたいことにですね、毎日たくさんの相談とか、質問をね、いただくんですけど、で、そのいただく相談の中でも、圧倒的に多い相談があってですね、今回もそれにちょっと答えていこうと思うんですけど、それが何か、それはね、こちらです。勉強しようと思ったら、YouTube 見ちゃうっていうね。これ多分今見てくれてる方の中で、ああ、わかるっていう方多いと思うんですよ。で、やっぱ話をちょっと聞いてるとですね、こう、勉強してて、あ、YouTube 見たい、うずうずで集中できないっていうのもあるとあるんですよ。でも、そっちよりも、YouTube を開いたら、なんか気づいたら見ちゃって、30分とか1時間、時間が経っちゃってたんですけど、みたいな。そう、その悩みがね、やっぱ多いので、で、実際ですね、自分も YouTube 好きで、好きな YouTuber さんのは見るわけですよ、空いた時間にね。で、例えば自分の過去の動画を見るためだったりとか、YouTube やってるんで数字のチェックをしたりとかするために YouTube を開くわけですよ。で、仕事をするために YouTube を開いたのに気づいたら動画見てんだよね。みんなと全く同じ。そう、で結構自分もそれを悩んでて。で、せっかくだから、ここね、2、3ヶ月それをどうしたら、対処できるかっていうのをいろいろ実践してきたの。自分なりに。で、それで感じたこととか思ったことをちょっと共有したくてちょっと喋っていきますので、よかったらね、最後までお付き合いください。でね、まずじゃあ何が YouTube のね問題かと、何がこうさ罠として仕掛けられてるかっていうところを考えていこうと。結局みんながじゃあ例えば自分のね動画あと見ようと思って YouTube 開いたと、ハイチのを見ようと思ったのに気づいたら他の方見ちゃってたみたいなことあるわけじゃないですか。で、動画を見てさ、横のさ、こう、リンク欄、なんだか概要欄じゃねえや。なんかあるじゃん、出てくるじゃん、動画が。あそこでね、こう、気になって、パチッって押して、あっみたいなのもあると思うんですけど、で、やっぱり、こう、自分もね、YouTube の画面開きますよね。で、そこにさ、表示されるじゃん、動画がいくつか。パソコンでもスマホでもそうですけど。で、そこの表示されるやつっていうのは基本的にみんながさ、普段見てる動画をこう、集計されてて、そこからこう、アルゴリズムで表示されるわけ。だから、みんなが興味を引きそうな動画を表示してるわけよ。当然やるよね、それはね。だから、そこでさ、やっぱり、そのトラップがあるわけ。罠がいっぱい仕掛けられてると。ほら、クリックしないわ、みんなみたいな、になってるんですよ。で、だからこそ、クリックしちゃうんだよね。で、しかも、多分みんなはさ、こう、有名なね、大物 YouTuber さんが好きな方とかもいらっしゃると思うの。で、別に大物だけじゃないですけど、YouTube やってる方っていうのは、それなりにさ、動画のこう、見せ方とかさ、こう、その時間全部にちゃんと見てもらうっていうのを、いろんな手法でやってるわけよ。編集とかをしてね。自分みたいにダラダラ喋るわけじゃないからさ。そう。だから、見てクリックして、大体さ、5、6分とかの動画多いですけど、見終わるじゃないですか。で、次行っちゃいますよね。その方が見終わったら、あれ？なんかこれも気になるんだけどってサムネイルで引っ張られるわけですよ。で、そうするとズルズル行っちゃって気づいたらっていう感じになるの。きっと30分とか経っちゃうんだよ。じゃあどうするかと。で、自分もそうなの。さっき言ったように YouTube 開いたら好きな YouTuber さん出てるわけよ。そうそう。あって。え、何これ気になるみたいな。ちょっと一本いいかなって。ちょっと一本って言ったくせに見てんだよ。3、4本。で、あ、やっべ1時間みたいなね。なっちゃうから。自分が実践してた中で一番良かったのは、まずその YouTube を開くときに目的をまずメモするの。紙に書くの。俺がやってたの。紙に書いて、今はもう書いてないんだけど、頭で整理してやってるけど、書いた。これのために YouTube を開くと。で、もうサムネイルが出てきて気になったとしても、後で回すの。そう。見ない。絶対見ない。よく自分はさ、飴とムチって言葉がありますよね。自分あの言葉逆でよく言うんですけど、ムチと飴だと。何かっていうと、飴とムチのもし順番だったら、ほら、飴あげるからムチ打ってもいいですよね。つまり、ご褒美あげるから頑張ってねって順番なんですよ。あの言葉通りで言っちゃうと。でもそうじゃなくって、頑張ったんだからご褒美をもらいなよっていう方が正しいと思ってる。自分の中では。で、その YouTube も同じで、じゃあこの一本見たら勉強頑張ろうじゃなくって、勉強頑張ったらこれを見ようって順番を、それを徹底すればいいと。で、それをね、最初うまくいかなかったんだよね。全然うまくいかなくて、そう、やっぱ見ちゃうんだよね。なんかさ、こう意識しないとさ、もうなんか反射的にクリックしちゃうというか、で、見始めたらもうさ、その入り込んじゃうから、そう、ダメだったんだけど、でも結構こう繰り返しやっていく中で、今は割とね、いけるようになりました。自分はね、結構かかったけど。
で、みんなの方がやっぱり若いし、適応力はあると思うんだよね。だから、さっき言ったそのね、道は見たいんだけど、でもしたらそこで見逃したとしても、いや、出るって。チャンネル登録してれば、探せば出るって。で、探すのもめんどくさかったら、なんかさ、後で見る機能ってあるじゃん。なんかお気に入りになるよね。それでポチッと押しとけばいいんだよ。で、押しといて、じゃあここまでやったらそれ見ようみたいな風にしたらいい。これがまず1個目。自分がやってたことのね。で、次に、じゃあ1本見た時にずるずる見ちゃう問題ね。2本、3本でいっちゃう問題。で、それも基本的には同じ。1本見てさ、このさ、なんか横のところで気になったら、後で見るにしたらいい。で、休憩の時とか、まあ、自分よく休憩は時間で決めろって言うんですけど、例えば歌をね、歌を休憩中に歌を聴きたいと。で、休憩時間10分って決めてたら、10分経ったら歌が途中でも切れって俺は言うの。自分で決めたことはやんなって、何曲聴くではなくって何分で決めた方がいい。そのメリハリがつくから、この歌聴いてからのスッキリするから頑張ろうっていうよりも中途半端に終わった方が実は良かったりするの。そう、なんでかっていうと、その勉強が終わった時にその続きが見たくて頑張れるから。で、せっかくみんなが休憩中とかに動画を見るんだったら、じゃあまあ名前は出せないけどさ、じゃあほにゃららさんが好きやと。で、じゃあ10分休憩だったら多分2本は見れると思うんだよね。フルじゃないけど、で、1本フルで見るでしょ。で、次何見よっかなって探してる時間もあるからさ、見て2本目再生しましたと。で、10分タイマーとかかけといて、見てる途中で10分切れるんだよきっと。そう、切ったらそこでもポチって動画止めるの。その人止める、気になるよ。そのオチとかも見たくなるかもしんないけど、止めて、で、じゃあ何分何秒まで見たとかメモしとくの、その人のその動画を。で、後で見るボタンを押しとくので、勉強戻る。そしたら次の勉強終わって休憩の時その続き見たくなるじゃん。で、もちろん見たくてうずうずして勉強集中できないって問題が出てくるかもしんないけど、それはね、踏ん張った方がいいと思う。そこは見て、スッキリしてからやった方がいい方もいると思う。それは。いると思うけど、自分は続きが気になる状態でやった方が、俺は合ってるタイプだったので、まあそういった感じでやってました。まあね、YouTube で言うんだったら、その後で見る機能をうまく使ってやっていく。っていうところかな。で、その YouTube 開いた時にも、まずやることをやる。何のために YouTube 開いたの？もし勉強するためだったらね。そうそうそう。っていう風にやったらいいです。だから、まあね、その、ただ単に YouTube 開いて動画が見たくなっちゃうって子たちは、もう時間で決めるとか、まあ本数で決めるのも悪いとは思わないんで、それでも構わないんですけど、ちゃんと、まあお尻を決めるというか、ここで切るんだよっていうのを自分で決める。で、まあ目標の時もよく話しますけど、自分で決めたことは絶対守ろうぜっていう。そこのスタンスをね、守っていけば、だんだん、なのかリズムできていくから。そう、俺もやっとね、今いい感じになってきたとこなので、まあ、もしよかったらね、もう新年度、もう明日から4月かになりますから、なんか新年度いいリズムでやっていくためにも、よかったらね、実践してみてください。